ウィザード機能を使用して、可動部をシグナルで制御する設定を自動的に追加する方法について説明します。シグナルで制御されたリフトを作成します。設定が完了すると、上下、前後に動作するリフトが完成します。本動画では、リフトをインポートし、可動部を設定します。ホームタブ、またはモデリングタブをクリックします。 インポートグループのジオメトリーをクリックすることで CAD ファイルをインポートできます。リフト .3ds を選択し開くをクリックします。モデルをインポートウィンドウではインポート時のプロパティを設定できます。構造はモデルの分割方法を設定できます。フィーチャーは分割せず、ノードはジオメトリーを すべて別のノードに分割します。コンポーネントはジオメトリーをすべて別のコンポーネントに分割します。単一のモデルをインポートする場合、フィーチャーかノードを選択します。レイアウトをインポートする場合、コンポーネントを選択します。リフト .3DS は単一のモデルとしてインポートするため、フィーチャーを選択します。 3D ワールドに表示されるモデルは多数の三角形で構成されており、テッセレーションの品質は三角形の個数を設定できます。モデルのデータ量に応じて品質を変更します。低品質にすることでモデルのデータ量を削減できます。今回のモデルはデータ量が少ないため、注意品質に設定します。含めるではインポート時の ジオメトリーに含む要素を設定できます。今回はマークアップとマテリアルとテクスチャーを選択します。マテリアル作成ルールではマテリアルライブラリーを作成するためのルールを設定できます。今回は常にライブラリーから最も近似のものを使用しますを選択します。フィーチャーツリーはフィーチャーツリーの作成方法を設定できます。 完全は CAD ファイルの階層構造をベースにし、すべてのジオメトリーをトランスフォームフィーチャーに入れ、フィーチャーツリーを作成します。CAD ファイルと完全に階層構造を一致させる場合、完全を選択します。最適化はすべてのジオメトリーを同じ階層にし、最小化はジオメトリーを一つにまとめることができます。 リフトの稼働部を設定しやすくするため、フィーチャーツリーをシンプルな状態にします。最適化を選択します。ジオメトリーを整理では、ジオメトリセットを作成するルールを設定できます。ジオメトリセットは、フィーチャーツリーの各ジオメトリーの中に含まれる、ジオメトリーのまとまりです。メッシュを構成する三角ポリゴンの3点の合計が1万を超えると、 新しいジオメトリセットが作成されます。面によるは面ごとに。マテリアルによるはマテリアルごとにジオメトリセットを作成します。折りたたみはジオメトリセットを一つにまとめ。数学的データは曲線のジオメトリセットを作成します。今回はマテリアルによるを選択します。上軸はジオメトリーの上面と底面を 整列させる軸を設定できます。上軸でマイナス X を選択し、インポートをクリックします。リフトの CAD ファイルをインポートできます。リフトの可動部を設定するため、モデリングタブを開きます。上下に動作する可動部を設定します。3D ワールドでリフトの青い部分を全て選択します。 コントロールキーを押した状態で選択することで複数のジオメトリーを選択できます。右クリックしてメニューを開きます。抽出から抽出リンクを選択することで選択したジオメトリーを新しいノードに抽出できます。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン1が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン1に 動作の詳細を設定します。リンクプロパティウィンドウでジョイントタイプを設定することで動作の種類を定義できます。固定は動作を設定せず、濃度を定義した位置に固定できます。回転は定義した軸を中心に回転運動。直進は軸に沿って直線運動できます。回転フォロワーは別の濃度の運動量と連動した 回転運動ができます。直進フォロワーも回転フォロワーと同様に別の濃度と連動した直線運動です。カスタムは定義した軸を基準に回転または直線運動できます。今回は直進を選択します。可動部が動作する方向を設定します。軸でプラス Z を選択します。軸で選択する方向は 3D ワールドではなく、ノード自体の方向です。リンクプロパティウィンドウの座標の右側にあるオブジェクトを選択することで、選択しているノードの方向を確認できます。可動部が動作する方向を確認します。マニピュレーショングループのインタラクティブを選択することで、可動部の動作を確認できます。3D ワールドで、 リンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン1が Z 軸方向に動作することがわかります。シミュレーションのリセットボタンをクリックすることで可動部が初期位置に戻ります。リンクプロパティウィンドウのコントローラーは濃度の動作を制御するコントローラーを定義できます。コントローラーをクリックし、新規、 サーボコントローラーを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアを展開するとサーボコントローラーが追加されていることがわかります。ジェミニのサーボコントローラーは一般的なサーボコントローラーとは異なり、可動部を制御する仮想のコントローラーを意味します。リンクプロパティウィンドウの初期値は濃度の初期値。J1 は 濃度の現在位置を表示しています。現在、初期値と J1 は0です。最小リミットと最大リミットは濃度が動作できる範囲の最小値と最大値を定義できます。最小リミットと最大リミットを空白にすることで動作できる範囲を制限しないこともできます。今回は最小リミットを0。 最大リミットを700に設定します。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン1が最小リミットと最大リミットの範囲外に動作するとリンクプロパティウィンドウの J1 にエラーが発生します。範囲外に動作しない設定にする場合、プログラムタブをクリックし、 リミットグループのリミットで停止にチェックをつけます。モデリングタブをクリックします。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン1は範囲外に動作しません。リセットボタンをクリックします。前後に動作する可動部を設定します。3D ワールドで リフトの灰色の部分を選択します。右クリックしてメニューを開きます。抽出から抽出リンクを選択します。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン2が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン2に動作の詳細を設定します。リフトに前後動作を設定するため、リンクプロパティウィンドウでジョイントタイプを直進。 軸をプラス X に設定します。既存のノードとは異なるタイミングで動作できるようにするため、コントローラーをクリックし、新規サーボコントローラーを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアにサーボコントローラーアンダーライン2が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン2に可動範囲を設定します。リンクプロパティウィンドウで 最小リミットを0。最大リミットを300に設定します。3D ワールドでリンクアンダーライン2をドラッグします。リンクアンダーライン2が X 軸方向に動作することがわかります。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン2はリンクアンダーライン1の動作に追従しないため、 追従するように設定します。リセットボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン2をシフトキーを押した状態でリンクアンダーライン1にドラッグドロップします。シフトキーを押し忘れてジオメトリーが移動した場合シフトキーを押さずにドラッグドロップで元のノードに戻すことでジオメトリーの位置が戻ります。 新しいノードを追加するとき、コンポーネントグラフウィンドウのリンクアンダーライン1を選択し、構造グループのリンクをクリエイトをクリックすることで自動的にリンクアンダーライン1の個階層に入れることもできます。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。リンクアンダーライン2がリンクアンダーライン1の動作に 追従することがわかります。リセットボタンをクリックします。リフトの稼働部を設定する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。